ノブマッカーシーは、カナダ、オンタリオ州オタワ生まれの日系人女優、舞台監督、モデルである。本名は、厚見延べ。外交官だった父親とファッションデザイナーであった、母親のもと、オンタリオ州オタワで生まれた。その後日本へ移り、幼い頃からバレエを習い始める。モデルとしても活動した経験があり、ミス、東京に選ばれたこともある。その後、 1955年に、米軍の軍人だったデイビッド・マッカーシーと結婚し、アメリカへ移る。米国へ移り住んだ後、ロサンゼルスのリトル東京で買い物をしていた時に、タレントエージェントに、スカウトされて1958年に、ジェリー・ルイス主演の、底抜けイモン屋行ったり来たり、で、映画デビューを果たす。その後も、精力的に小さい役柄ではあったが、 映画とテレビの仕事を続けた。私生活でも二人の子供を設けたが、1970年に、デイビッドと離婚している。1971年に、ノブは、マコガン賞主催の東洋系俳優の劇団、イースト・ウエスト・プレイヤーズに参加。テレビ映画や、テレビなどでも徐々に、役柄が大きくなり、1986年に、私生活の友達でもあった。 パッド・モリタと共演したベスト・キッド2では、モリタの助演として堂々とした存在感を見せていた。突入せよ、浅間山荘事件で知られる原田雅人監督、木村十八主演のペインテッド・デザートにも顔を出している。1988年に出演したインディーズ映画のザオッシュでは、インデペンデント・スピリット・アワードに見事ノミネートされている。 彼女の功績も称えられるようになり、イーストウェストプレイヤーズでは、美術監督に就任。1996年には、同劇団から、生涯功労賞を贈られている。2002年に、ノブは、タムリンと見た主演の、外人にの撮影でブラジルを訪れていた時に、大動脈瘤のために死去。67歳だった。ありがとうございます。